手谷西君をクビにして YouTuber になった小林です。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。あ、トシです。あ、ベイビーです。まあ、ひなくんね、はい、まあ、ベイビーって前なんか変な夏にあだ名つけて、夏に変なあだ名つけられた。ひなくん 30?37 です。37ね、はい。トシ君は39歳です。で、ね、あだ名なんだった、キングじゃなかった。今思い出した、キングトシ君から。実際に一緒にトシ君とは、まあ、現場一緒にやっとって、まあ、ひなくんはあれだね、内側塗り替え道場立ち上げた当初に頼んどった足早さんのところの営業だったんだよね、その頃。そうです。でも何歳から始めてる？17ぐらいか。17ぐらい、はい。トシ君もまあ16からだね、職人、うん。で、まあ、今日の何の話って言ったら、やっぱピケ足場っていうのはやっぱ一番体に負担くると。で、特に民家そうっす。放送事故か。放送事故か。喋らんかい。さっきのリハでも喋らんと思ったら、もう本番になったらもっと喋らん。奥さん悲しむぜって言ったら、うちの旦那がって。もうちょっと変な汗が。だって子供言うでしょ、パパ出てるよとか、学校とか言うじゃん。そうですね、言われますね。言うでしょ。はい、でなんか子供の友達とかから、あ、おじさん、YouTube 出てたよねとか言って、言われるでしょ。そうですね、言われます、ね。そう、爪痕残せよー。頑張ります。爪痕残せよー。まあ、一回昔ちょっとね、そんな系の動画やったんで、またそっちも見てもらうといいんですけど、で、まあ、どういう体に支障をきてるか、ピアシマね。20年選手ってことでしょ。はい、そうです。トシ君の場合はまたちょっと違うわな。鉄骨とか飛びだったもんね、俺らは。足場の枠からなんか削って、はい。で、そういう中で、まあ、体どういう方来てるかなっていうの。じゃあ、まあ、ちょっと、ベイビーの方から言ってもらおうか。そうですね、まず腰やっちゃって、まずヘルニアですね、まず。ヘルニアか。はい。うん。ひどい時はもう歩けなくて。僕、ちょっと申し訳ない。ちょっと言っもう全部使ったんだよ、俺。カットなし。で、これいかんのは、ローザ機関所確か。あ、どうなんですかね、ちょっと調べて。だって前、うちの会社でローザ使ってないでしょ。使ってないです。俺、これでローザ使わんかったって言ったら、俺叩かれちゃうけど。まあ、たぶん、本当に、まあまあ、俺はローザ隠せって言ったことないのね。ないです。間違えて、もうなんか、ね、まあ、間違えて、その辺で転んじゃったって言って、ちょっとしたけど、ね、それ怒ったことはあっても、はい、もう俺、本当に使えって言うのね。まあ、俺は民間のもんでそこでマイナスになるとか、ゼネコンだから、ああ、大手ゼネコンだけど、まあ、すぐ怪我隠せって言って、俺何回隠させられたかな、やろ。ね、バラバラの大手。名前全部喋っちゃうよ、俺はシューあれ何歳の時に腰いらっしゃん。初めてやった時は本当ぎっくり腰だと思ってて、うん、うちでそれ。いや違うんです、もう前の会社だから。前の会社だよね、はい、その時が26、27ぐらいですか、ね、ああもう10年前か。急に来たの。急に来ます。いやもう全然前日まで普通に。そうです。もうバキバキやっとって現場 で急に来るんで、うん、もうぎっくり腰なのかなと思ってて、うん、ずっとこの10年間、うん、あ病院行かんかったの。整体とか接骨院行ってたんで。ああ、病院で見てもらってなかったんだ。そうです。で、今回やった時に病院行ってみようと、うん、でも診察してもらってレントゲン取って、うん、まあ、ヘルニアっていう診断で。おい、トシ君は一番初めてやらかしたのが、うん、靭帯が伸びたような感じになって、うんうん、それが22、23ぐらいですね。22、23。その当時パイプで6メーターの単管ですか、うんうん、を10本近くぐらいを肩に担いで持って、うん、で歩けたけど、うん、下ろすときにこう横から行ったんですよ。あ、そうだね、うん、あ一番いかんね。そしたら首から腰から足まで一気にビーンってきちゃって、電気走った痛みがしたと思ったら、うん、多分まあ筋とか靭帯のそっち関係ですよね、うん、を痛めちゃって、うん、っていうのが一番初めてで、それから、うん、でも怪我みたいな病気っていうのは一切なかったんです、うんうんうん、で、ある日突然、うん、ちょうど福島出張行ってる時に、うんうん、腰がなんかおかしいなって。ああ、そうだね、うちの会社からだね。そうです、そうです。そこでちょっと本当にどんどん痛くなって立てなくなってきて、うん、これはおかしいと思って初めて、うん、僕もなかなか病院行かないんで、もう最初気づかなかったんだ。はい。ああ、これ視聴者みんなもこれ腰が痛いでおかしいなと思ったら一回病院行った方がいいね。すぐ行った方がいいですね。1回目病院に行って調べてもらった時に、うん、もう椎間板その出てるっていうのが全部で5箇所、うん、うわ、5箇所やね。で、その時、うんうん、2箇所ぐらいがすごくめちゃくちゃ出てて、これ神経圧迫しとるのがこれだ。聞いてるだけで気持ち悪いよな。うわ、もう俺乳首立ってきたもん。ビンビンやん。妖怪レーで反応しまくりやって。これで、ちょっと光が出てるのに影になってるかもしれない。横からいや、マジ出た。ビーン、あー、いい気そー。
カメラに入ってねえでしょ、俺。結局は手術をしようってなって、うんうん、で自分ながらでいろんなのを調べてたら、うん、結局レーザー手術っていうのが早く帰れるみたいな、うんうん、でそれを初めて受けたんですよ、うんうん、でその時に2箇所やってるんですよね、うんうんうん、でそしたら普通にまた歩けるようにもなって仕事もできるようになって復帰をして、うんうん、ああそうかそうかそうか、うん、で今度はうん、ちょうど僕2年間営業やらせてもらったじゃないですか、うんうん、でその1年目の時にちょうどここの本社ですよ。あ、そうだね。そうですよね。別に衝動し、はい、あの現場じゃなかったね、はい、あれなんでなったんだっけ。いや多分長時間の車運転とか座ってるっていうのがやっぱり振動とかそういうのにもやっぱ来るみたいで。あ、1回目手術した。で 2回目に手術したんか。 でそこから2回目手術ちょっとしか出てなかったやつが多分またぐしゃー出たんだよね。でもうダメだ。あ、そうだ、しびれてもう元気って、はい、車から元気取ったんだね。で初めそこで四つん這いになって痛い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 。で別に仕事だってロードさえ使えんかったんか。でいやなんかもともとそういう病院にちょろちょろっと履歴があったりとかなんかするとあんまり多分ロードさえっていうのがヘリニアで初めてだったヘリニアはロードさえ降りる降りる可能性もあるんじゃないですかね。あ、そういうこと。これちょっと視聴者に情報欲しいね。もしあれだったらちょっとコメントをください。ね、もしかすると降りるかもしれない。で降りるなら使った方がいい。もう僕の場合はその4箇所5箇所出てるっていう状況だったんでここでもうそのもう一回手術ってなった時に労災っていう。なあ、もうそういうことだよね。もう再発したみたいな感じになっちゃうもんね。もともとやってるじゃないか。結局こうやってまあ体壊れてきて、まあ、今30、40手前じゃん、はい、でこれからって俺はもうこう2人にはもうはっきり言っとるんですけど、そのじゃどうしていくんだと。でこのまま現場もう無理じゃん。やっぱ企業はじゃあその支えてあげる力があればいいけど実際ないわけよ。視聴者のみんなでもトビやってることで今は稼げるでいいよ。だけどじゃあ30、40になった時に、まあ、うちの規模でもね、職人が毎日7、80人動く、もっと動くね、100人以上が動いてるような規模でもなかなか営業マンってやったけどやっぱ、まあ、半分リタイアして、で今やったけどまだリタイアしないけど半分リタイアみたいな感じでやっぱでもね、あのね、何って言ってやっぱ結果出すの難しいでしょ。やっぱ営業って、はい、あの足場と同じやね、飛び職と同じで、まあ、営業もポッとやってできるもんじゃないので、よく俺もそれ言うんだけど、やっぱ筋肉って外から見えるけどさ、あの脳みその中って見えんけど、やっぱ俺ってやっぱ昔からずっと鍛えて、こんなあ出ない、こう出ないっていうもんで、そのカメラ回った瞬間のこの、バーン行くじゃん、やっぱ筋トレしとるもんで、もう腕立てガーできる状態だよね、頭の中 で、はい、で考えとることあるの、やっぱここで結果出さなあかんなと考えてるの。あ、もちろん、はい。ま、日々プレッシャーに。そうそうそう。俺もまあ正直、視聴者の人は、まあ、アンチも叩くと思うけど、はい、いや、そんなもんちゃんと最後ね、面倒見てる。だけど、会社は面倒見たら多分潰れるんだよね。はい、じゃあ、みんな30、今、2歳、3歳の子もおるんだけど、じゃあ、その子たち40になる。じゃあ、現場出れません。事務所に座って、北陸とかに乗っときゃいい。給料下げるならいいよね。だけど、下げえんじゃん、なかなかね。じゃあ、このだけ稼いだろうと思ったら、やっぱなかなか営業で40万、50万稼ぐ人って、そうそういないでしょ、うん、で、まあ、うちで言うと今結構おるよね、あの現場から営業に変わった子も、まあ、何かあるてらもあのミッチもそうだよね。そうですね。でまたまあ戻ってったけど、まあ、あれ結構今だからやっぱ営業経験いや筋肉ついたんだよね、ある程度、うん、やっぱ仕事取ってくるでしょ、あれうまいよね、はい、きついようなこと言っとるように聞こえるけど、まあ、実際それが現実、あのみんなが働いてる会社もそこまで体力ないと思うのは、でそういう時にじゃあ今やるからね、今、トシ君もやっぱもう一回現場戻るという選択したけど、まあ今は楽だよね、現場戻ったらまだ動くでね、体が。で、その次のステップって考えてんの？まあ、いろいろ。何？フィリピン。フィリピン。まあ大体ちょっとビジネスも固まってきて、フィリピンで会社やろうか、はい、まあ学校系のことちょっとやろうかって話が来て、まあ俺もそういうのも考えてる、やっぱ卒業したい人たちを社長にしていかなかったって言ってるよね、俺は。みんなに社長にしてほしい、まあ金稼いでいける。まあそこは社長って厳しいじゃん。もう稼げんかったら興味ねえんだもんね。はい、でそういう環境下で俺もやっとるでやっぱピリピリしとるしさ、なんで自分も結果出してくるしね、まあそれ待っとるけどゴルフやったりね、もう筋トレ最近ねスポーツジム行ったりしとるから、まあでもやることやるじゃん、はい、ね、俺も動画一本撮ってもやっぱ時間は使うけどバッと終わるでしょ、ささっと次行くでしょ、やっぱ結果やっぱ自分の時間大切なので無駄話しにしさ、うん、まあそこはあるからやっぱ
これからその職人やってる子たち、自分たちがどういう世界に行かなかった、なんか俺説教書みたいな感じしてどうなんだねこれちょっとやめて、なんか怒られてるみたいな顔するのやめてくれマジで怒られるやん俺いろんな飛びでもその携帯を触ってきたりとか、なんかその鉄骨を触ってきたとか、重量系の機器を据えたりとか、そういう形の仕事もいろいろやらせてもらってたんで、今の一足みたいにこう担いで上げて下げてとかっていう仕事じゃなくてもやれる仕事はいくらかはある。でそれに逃げようっていうんじゃなくて、それに対してじゃあ教えようっていうこともできるかなっていう、あ、そういうことね。そういうことが新しくビジネスとして成り立っていけば、はい、でそこをまた人を増やすために教育して、はい、まあ、自分の給料でいいもんね、それで、はい、うん、確かにそうだよね。そういう事業部を立ち上げるのも、うん、またそれはそれで、なんか動画の中でなんか提案してほしいからねそれもまたちょっとおいおいじゃあ聞くとしてまあ本当にみんなこの視聴者の皆さんもそのまあ今は稼げるよね、トラック1台持って手間受けでやってるやつなんか本当だよね、稼げとるよね。だけどやっぱ今後自分たちの体どういうふうに、だから金は残さなかった。俺がなんでじゃあここまで来たかって言ったら、頭がいいとかじゃなくてやっぱ金残したもんね。やっぱそうだよね、昔から本当に金使わなかったので貯めて次のステップ次のステップ、じゃあ材料も買えるで銀行にも信用がつくもんで金も借りれるっていう、まあその負のスパイラルで、何て言うの、価値スパイラルって何て言うの、まあスパイラルじゃない、俺の場合はこう縦に伸びていくやつだもん、スパイラルこうある俺はこういくやつだもんね、また決めとるんやかまあそんな感じです。まあちょっと長々なりましたけど、まあまたこのようなね仕事の話、足場の話やってきて、フル株もうちの会社では活躍してるよってとこまた見せたいと思いますので、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。ここだけ爪痕残してきたよ子供見てるでしょ、子供、ちょ子供に挨拶、子供に挨拶、パパ出てるよ恥ずかしい手出てるはい、じゃあまた見てね、見てね。